隣の塔、教授が言ってたのは確かこっちだったよな。見た目はさっきまで調べてたところと何も変わらないけど。アグモン、他の獣の気配とか感じる？わかんない。危険な気配があるときはすっごく嫌な感じがするんだ。でも全然気配がなかったのにいきなり敵が出てくることもあるんだ。うん、ありがとう、アグモン。行こう、アグモン。いつ敵が出てきてもいいように警戒はしておこう。うん、何か役に立つものが見つかるといいな。いた、ファルコモン。今さら何の用だ。あのさ、もう一回だけ話をさせてくれ。俺結局きちんと謝ってない。ひどいこと言ってごめん。一方的に疑ったのもごめん。獣のこと、この世界のこと、お前たちの進化のこと、わけわかんねえことばっかりだ。何が正しいのか俺には判断できねえ。でも俺、タクマに言われて考え直した。わかんねえって投げ出すんじゃなくて、冷静になって頭ひねってみて、お前と一緒に過ごした時間と、あれこれ俺を叱ってくれたお前の言葉、その二つは信じていいんじゃねえかなって思ったんだよ。だから頼む、戻ってきてほしい。ダメだ。まだ怒ってるのか。違う。だが俺はこれ以上お前と一緒にはいられない。俺が頼りないから。どうしてそうなる。獣が一緒にいてくれる他の連中と一人きりな俺との違うところ、それは弱さだ。みんな自分で考えてる。やるべきことを頭の中でちゃんと決めてる。でも俺は臆病でヘラヘラしてて、みんなみたいに他人を引っ張れない。怖いんだ。自分で決めて、それが悪い結果につながったらみんなから怒られたり呆れられたりしたら、そう思うと自分で決めること全部怖くて、お前を信じて痛い目見てさ、最悪みんなが死ぬようなことがあったら、修二さんや亮みたいに自分が死ぬのも怖いけどさ、俺が原因でお前が悪い進化をして他の誰かを殺しちまうかもしれない。そういう万が一がすっげえ怖くて、お前を信じきれなかった。でも俺だってこのままじゃダメだって思ってるんだ。これからは俺がお前を守れるように頑張るし、もう疑ったりなんかしねえよ。だから、いや、それでも戻れない。なんでだよ。俺だってお前といたい。お前だけに原因があるのなら
もう戻っている。だがお前のそばにいてはダメなんだ。これは俺の問題だ。だから理由を教えてくれよ。俺のせいじゃないなら何なんだ。理由も言えない。すまない、ミノル。お前は最後には俺を信じてくれたんだな。ありがとう。お前の気持ちは忘れない。なんでだよ。言えない理由って何なんだよ。もしかして俺のせいなのにかばってくれてるのか。もしそうなら俺がもっとかばらなきゃファルコモンは帰ってこない。もっともっと強くならないと。今のところ特に変わったところはないな。隣と同じで埃っぽいくらいで。この部屋おもちゃがある。人間の子供がいたんだろうな。そうだね。あとは本と古いテレビと、それに、これは？どうしたんだ、タクマ。古い写真。ミユキとハル。なぜこの部屋に二人の写真が飾ってあるんだ。じゃあここが二人のお家ってこと？二人のお家？この昔っぽい部屋が。まさかそんなはずは。一体どうして。悪魔、誰か来る。隠れるんだ。え、どこに。テーブルの下、いや奥の部屋だ。こっち。いらっしゃい、教授。どう？頭のもやとかいうのは晴れたのかな？薄れては来ているさ。だが、そのおかげで混乱している。君は一体何者なんだ？私の記憶がおかしいのでなければ、君は私の前に現れてはいけない存在だ。なのになぜ、今、私の目の前に君がいる？さてね。教授の頭にはもう仮説があるんじゃないのかな。それにいてはならないというのなら、教授こそここにいてはならない存在じゃない。私とて来ようとしてきたわけではない。だが、お姉ちゃんは僕が守る。僕がここにいる限り心配いらない。だから教授さん、僕たちには君なんかいらないんだ。君は元の世界に戻るといい。できるだけ早くね。お姉ちゃんに悪い影響を与えたりしたら僕だって容赦はしないからね。伝えたいことはそれだけだ。さて、僕はもう行くよ。待って。しまった、お姉ちゃん。二人とも行っちゃったよ、タクマ。僕たちも追いかけよう。
みゆき、大丈夫か？ガルルモン、その子から離れろ。のんきなものだ。囲まれていることも分からずに無防備な子供を一人にするとは。お姉ちゃん、何してるんだ。お姉ちゃんを離せ。ん？お前。あら、やるじゃない。もう一人捕まえたのね。面倒な奴が来やがった。面倒？どういうことだ。あいつら仲間じゃないのか。なんだか様子が変だぞ。ほら、ぐずぐずしない。さっさと子供たちをさらいなさい。でかい顔しやがって。尺だが、この状況では仕方ないか。どの道お前らには思い知らせてやりたいと思っていたところだ。かかってこい。くっ、悪魔。任せろタクマ。僕がタクマを守る。目障りなんだよ。邪魔をするな。カツを入れてやる。僕の番だね。待たせたな。カイト、それにドラクモン、よかった、来てくれたんだ。戦いの音を聞いた時のカイトの顔、そりゃもう心配そうで。無駄話はいい、やっちまえ、ドラクモン。あーともよカイト、そこでじっくり見ておけよ。するな。俺の番だな。強くなる約束だ。始まってるなら呼んでよね。ごめん、連絡する暇がなくて。仕方ないわね。遅れた分大活躍してあげる。頑張って、フローラも応援してるから。俺の邪魔をするな。ここは俺だな。
こんなもんじゃない。ベジーモン、じゃあ、やってるやってる。持ちこたえて偉かったね、アグモン。うん、僕ちゃんとタクマを守ったぞ。強敵そうね。ねえ、私たちも行こう。うん、うちらだっていつまでもお荷物じゃないもんね。俺の邪魔をするな。カツを入れてやる。ここは俺だな。レイド、オイラの番だね。大丈夫だよ。葵さんたちも加勢してくれるよね。もちろんよ。もう気後れしながら戦うこともないもの。そうね、ラブラモン、あなたの力を見せてあげて。俺の邪魔をするな。ここは俺だな。何が守るだ、何が絆だ。何をグズグズしてるのよ。どうやら口ほど腕が立つわけじゃないよね。あまり戦力は削りたくないんだけどね。行きなさい。邪魔をするな。よし、私だな。
イラの番だね。俺もみんなのために戦う。危ないよミノル、下がって。ファルコモンがいないのに無理しちゃダメよ。ファルコモン、俺が不安に負けて八つ当たりしなければ。ファルコモンはここにいたんだ。不安、そうか、不安だったんだ。俺はずっと怖かった。怖さに負けてファルコモンのこと信じきれなかった。ごめんファルコモン。謝るのは俺の方だ。ファルコモン、お前は心を入れ替え、不安を押しのけて俺を信じようとしてくれたんだ。最後に信じきれなかったのは俺の方だ。もう一度、今度こそ信じよう。お前と自分自身を。バルカモン、さあ行くぞ。反撃開始だ。俺の邪魔をするな。カツを入れてやる。よし、私だな。クラオレルム。オイラの番だね。オイラだって。よし、俺が行こう。絶対に勝つんだ。ディアトリオン、さあ行こう。この力も重ねていけ。
邪魔をするな。ここは俺が行く。一緒に突破しようか。よし、私だな。まだまだやれる。ケルベロモン、これならば。邪魔をするな。ホットファイヤー。どんな風に行動する。ここは俺が行く。私の手番ですよ。私が動く。
俺の邪魔をするな。カツを入れてやる。どんな風に行動する？ここは俺が行く。番が来たんだね。これで楽になるよ。おっと、俺の番だな。私が動く。ファイヤー！俺の邪魔をするな！ボックファイヤー！どんな風に行動する？この力も重ねていけ。よっしゃ、ガルルモンからミユキを引き離せたぞ。くそ、まだ立てるのか。みんな油断するな。君はどうしてこんな。ちょっとどこに行くつもりなのよ。どうするつもりだ。まだやるというなら容赦はしないが。覚えておきなさい。次こそあんたたちを潰してやるわ。行ってしまった。うん、あいつ西の方角に逃げていく。じゃああっちに敵のアジトがあるってわけか。森の向こうに工場みたいなものが見えるでしょ。きっとそこに違いないわ。敵のいるところが分かったんだ。やったね、タクマ。うん、これで敵の本拠地に乗り込むことができるかもしれない。お兄ちゃんたち、お姉ちゃんを助けてくれてありがとう。いいのいいの、当たり前だって。だって仲間でしょ。仲間か。俺かっこ悪いな。ミノル、ファルコモンが帰ってきてくれたのは正直ホッとしたけど、結局強くなんて全然慣れてない気がする。悔しいよ。格好悪いのは俺も同じだ。信じろなんて偉そうなことを言いながら、俺が俺自身を信じられなかった。ファルコモン自身を？どういうことだ？俺も不安だったんだ。ロップモンが習字にしたようにミノルへ危害を加えるかもしれない。力及ばずクネモンのようにミノルを守れないまま消えるかもしれない。自分が何者かわからない。どうなってしまうかもわからない。それなのに不安がっているミノルのそばに戻ったら。ミノルのそばで
悪い進化を遂げてしまうかもしれない。そうだ、それが怖くて俺は戻れなかったんだ。じゃあ戻れない理由を言えなかったのも。ああ、同じ理由だ。こんなこと言ってしまったら、それでもいいから戻れという話にしかならない。ミノルを守るために黙るしかない。俺はそう思い、逃げの一手を打ったんだ。俺もミノルと同じように、心の底ではどうしようもなく怯えていた。ファルコも、俺今でもやっぱ怖いよ。目を閉じるたびに頭の中をよぎるんだ。リョウやシュウジさんの最後が、あの霧の手に飲まれたらどうなるんだ。死ぬってどんな感じなんだろう。そればっかり考えちまって、怖くて怖くて仕方ない。いつも軽口を叩いて冗談ばっか言ってても、本当は弱虫なんだ。でも生き延びたいなら弱虫なままじゃダメだって分かってきた。間違ってるかもしれないって分かってても、勇気を持って踏み出して貫き通す。自分で戦えなくたって弱いままでいていいわけじゃないんだ。ファルコも、やっぱり俺お前を信じるよ。お前と一緒に生き延びるために。だから俺のことを助けてほしい。頼む。わかった。俺もお前と俺自身を信じる。初めて会った時の誓い通り、お前を助け守ってみせよう。ファルコも、やった、仲直りだ。おめでとうミノル君、気持ちが届いてよかったわね。ありがとう。せっかく仲直りしたんだもん、握手しなよ握手。私たちも仲直りの時にはしたもんね。そうそう、だからミノルたちも。ああ、それじゃあこれからもよろしくなミノル。おう、よろしくなファルコも。それにしても疲れちゃった。まさかこのまま追いかけるなんて言わないわよね。そうね、みんな消耗が激しいし、装備や体制を立て直しましょう。じゃあ一旦戻るとするか。腹も減ったしな。だな、早く帰ろうぜ。こいつらにもたまにはいいもん食わせてやらなきゃな。たまにはとはどういうことだミノル。怒んなって、冗談だろ。みんな元通り。ううん、元より仲良しだ。よかったねタクマ。そうだね、本当によかった。難しい顔してる。うん、考えてたら頭がぐるぐるしちゃってさ。早く休むべきなのは分かってるんだけど、すぐには眠れそうにないかも。ん、先客か。カイト、もしかしてカイトも眠れないの？眠れないっつうか、
なんとなく目が覚めただけだ。目が覚めたらタクマがいなかったからな。心配になって探しに来たってわけだ。違う。眠れねえなら温かいものを口に入れろ。眠れなくても横になれ。暑いとか寒いとかが気になるなら適当に上掛けを足すなり引くなりすればいい。おい、何黙ってんだお前。いや、何でもないよ。驚いてただけ。驚いた？いっぱい気を使ってくれるから、もしかして本当に心配してくれたのかって。違うっつってんだろ。俺はもう寝る。明日は敵の拠点だ。お前も早く寝ろよ。だってさ、おやすみ。いい夢見ろよ。うん、おやすみ。ありがとう。おやすみ。さて、報告を聞こうか。アルケニモン、巫女はどうなった？それは、ガルルモンが一度巫女を捕らえました。ですが、その激しい抵抗にあって、巫女は…取り逃がしたというわけか。敵は私の策にかき乱されていたわ。ガルルモンが巫女を手放したりしなければ。策とやらに手抜かりがあった。それだけのことだろう。作戦をめちゃくちゃにした奴が責任をこっちに押し付けるわけ？子供たちの心を追い詰め借りやすくしていたのよ。それをあんたが全部台無しに。言い訳はいい。ニエを集めるのも確かに我々の使命だ。そしてあの子供たちが厄介なのも理解しよう。しかし、優先順位を見誤るな。我が主は巫女を切に求めておられる。どのような手を使っても構わぬ。巫女をここへ連れてくるのだ。失敗すれば次はない。わかったな？はい、必ずや必ずや巫女を連れて回ります。ようやく起きたのか。おはよう、タクマ。タクマが一番寝坊好きだぞ。こんな張り詰めた状況で熟睡とか、大物だなお前。ミノル、俺、おいおい、何寝ぼけてんだよ。大丈夫か？ほら、言ってみろよ。今日は何をする日だ？地下水路を渡った先にあるもう一つの島、団地の西側に見えた工場、そこを調べてジジモンの言う世界の境界に詳しいものを探す。
まあ詳しいものってのは大方今まで俺たちを襲ってきた敵なんだろうって話だけどな。うん、だから戦いになることを想定して動かなきゃいけないんだ。よしよし、目覚めてきたみたいだな。それでみんなは？眠気覚ましにその辺うろついてくるってよ。飯の時間までは自由行動、朝食を終えたらすぐ出発しようとのことだ。そっか、だったら寝ぼすけが起きたよってお知らせも兼ねてみんなの様子を見に行こうかな。いいんじゃねえの、俺たちも少し辺りの様子を見てくるからさ。朝ごはんの前に目覚ましのお散歩だな。行こうタークマン。うん、じゃあまた朝ごはんの時に。僕の番だね。行くぞ。イラロモン。行くぞ。
らの番だね。